ウィーン。ウィーン、標準、ウィーン、ベアン、ビエンヌ、ビエナは、オーストリアの首都。2017年1月1日時点の人口は186万7582人。都市単独で一つの連邦州であり、ヨーロッパ有数の世界都市である。位置は、北緯48度12分5秒、統計16度22分38秒。 第一次世界大戦までは、オーストリアイコール、ハンガリー帝国の首都として、ドイツを、九中東欧の大部分に君臨し、さらに19世紀後半までは、ドイツ連邦や新生ローマ帝国を通じて、形式上は、ドイツ民族全体の帝都でもあった。クラシック音楽が盛んで過去に、モーツァルトやベートーベン、シューベルトなど、多くの作曲家が活躍したことから、音楽の都、楽ととも呼ばれる。 ローマ帝国の宿営地ウィンドボナ、ビンディボーナをその起源とし、かつてヨーロッパの数カ国を支配したハプスブルク家のオーストリア帝国の首都であった。マリア・テレジア女帝時代に栄えた市街は、フランツ・ヨーゼフ一世の地下で整備された。リングと呼ばれる環状道路は、ィーンの近代化を実現するために、19世紀の後半に、かつて旧市街を囲んでいた堀を埋め立てて作られた。 ものである。ステファン寺院、ステファン大聖堂や旧市街を含む歴史地区はウィーン歴史地区の名称で2001年にユネスコの世界遺産に登録された。ここには旧王宮であるホーフブルク宮殿、現在は大統領官邸や博物館、国立図書館などとして使用ウィーン国立歌場ブルク劇場、自然史博物館、美術史博物館、 南駅に近いベルベデーで宮殿などが含まれる。ウィーンは、そもそもの成り立ちが二つの道が交差するところに生まれた、町であった。ドナウ川に沿って、ヨーロッパを東西に横切る道と、バルト海とイタリアを結ぶ南北の道、琥珀街道であ。そこは、ゲルマン系、スラブ系、マジャール系、ラテン系のそれぞれの居住域の接点にあたり、歴史的に見ても、常実のように、 紀元前5世紀以降ケルト人の居住する小村であったところにローマ国の北の拠点が建設されたのが紀元であった。オスマン帝国の流星時にはヨーロッパから見てアジアへの入り口にも当たっており伝統的にも多彩な民族性を集約する都市として栄えた。その地理上の位置はかつて共産圏に属した東ドイツのベルリンや 東欧スラブ民族の国家チェコのプラハよりも東であり、第二次世界大戦後の冷戦時代にあっても、国際政治上微妙な位置にあった。また、都心から南南西方面に離れた場所には、かつてウィーン会議の舞台となった世界遺産のシェーンブルン宮殿がある。これは、レオポルト一世が狩猟用の別荘として建てたものを、マリアテレジアが離宮として完成させたものである。 現在のウィーンは国際機関本部の集積地ともなっており、日本政府もザ・ウィーン国際機関日本政府代表部を置いている。ウィーン日本部を置いている機関は次の通り。2017年に発表された世界の都市総合力ランキングでは世界14位と評価された。ヨーロッパの都市ではロンドン、パリ、アムステルダム、ベルリン、フランクフルト次ぐ6位。 ローマ時代、ウィーンはちょうど帝国の北の境界にあたる位置にあり、おそらくケルト語源で、ウィンドボーナ、ボナはケルト語で、集落、町と呼ばれる、宿営地が置かれた。これが、ウィーンの地名の起源と言われている。中世にも、ドナウ川沿いの交易地として発展したウィーンが、本格的な発展期を迎えたのは、オーストリアを治めていたバーベンベルク家が1155年に、 クロスターノイブルクからウィーンに党を移したとに起因する。1221年、ウィーンは都市特権を獲得した。バーベンベルク家は13世紀半ばに断絶し、1278年よりオーストリア公となったハプスブルク家の支配下に置かれた。14世紀建設公と称されたルドルフ4世のもとで、ウィーンは大きな発展を遂げた。この時代に、 ステファン寺院やウィーン大学が建てられている。やがて、ハプスブルク家は、婚姻政策の成功により16世紀に入ると、ボヘミアやハンガリーをはじめとする多くの王国を相続し、ドイツの神聖ローマ帝国の定位を独占。16世紀前半には、カール5世の元ヨーロッパ最大のドイツ系の帝国を築くに至る。一時は、オスマン帝国による第一次ウィーン包囲。 1529年などヨーロッパ全体を震撼させる事件もあったが、ハプスブルク家のもとで、テートウィーンでは華やかな貴族文化が栄えていた。1683年にもオスマン帝国による第二次ウィーン包囲を受けたが、撃退17世紀末からは旧市街の王宮ホーフブルクに加え、利休シェインブルン宮殿が郊外、現在は市内に造営された。 これが18世紀末から現在に至る音楽のトウィーンの礎となった。18世紀末には、ヨーゼフ2世によりウィーン総合病院が開設され、プラーター公園が一般市民に開放されるなど都市環境が改善されていった。19世紀半ばに産業革命を迎えたウィーンは、農村からの人口流入により急激な人口増加を経験した。 1869年に63万であった人口は1910年には203万を数え、当時のヨーロッパではウィーンはロンドン、パリ、ベルリンと並ぶ都会であった。1873年にはウィーン万国博覧会も開催されている。皇帝フランツヨーゼフ一世は自ら立案して大規模な都市改造を行い、私壁を撤去し環状の道路、リングと置き換え、 路面電車を導入するとともに、歴史主義的建造物やモニュメントを街路に面で、廃した。現在のウィーン旧市街の外観は、この改造によっている。オーストリアイコールハンガリー帝国は、多民族国家であり、支配民族であった、ドイツ人は、帝国の人口5000万の25%余りを占めるに過ぎなかった。帝国各地からの人口流入により、ウィーンの街ではドイツ語、 ハンガリー語、チェコ語、ポーランド語、イディッシュ語、ルーマニア語は、もちろんのこと、ロマ語、イタリア語までヨーロッパのあらゆる言語を耳にすることができたと言われる。帝国各地からあらゆる民族出身の才能が集まり、ウィーン文化はその絶頂期を迎えた。1914年に始まった第一次世界大戦は1918年にドイツ・オーストリア側の敗北をもって終戦した。 ハプスブルク家の帝国は解体し、チェコスロバキア、ハンガリー、ユーゴスラビア、ポーランドなどが次々と独立、ウィーンは経済的困窮に追い込まれる。新しい共和国の首都となったウィーンでは社会主義系の姿勢が発足し、保守的な地方の農村部からは赤いウィーンと呼ばれて、両派の政治的確執は国政全体の不安定へとつながった。また、ほぼ、 ドイツ人だけの国となった新オーストリアで、東端に一品を濃厚な灯色を残すウィーンは、微妙な立場でもあった。このような時代を、ウィーンで過ごしたアドルフ・ヒトラーはやがて、ドイツで独裁者となり、やがてヒトラーは、母国オーストリアをドイツに併合し、アンシュルス、ウィーンは、約700年ぶりに、首都で亡くなった。1945年、第二次世界大戦で、ナチスは崩壊し、 ウィーン構成でソビエト連邦軍に占領され、その後連合国の合意で米 FS4 カ国の共同占領下に置かれた。1949年の映画、第三の男はこの時代のウィーンの雰囲気をよく伝えている。1955年、オーストリア国家条約の締結によりオーストリアは主権国家として独立を回復した。9 ハプスブルク帝国の継承国家のほとんどが共産権に組み込まれる中で、オーストリアでは共産党は国民の支持を得られず、経済的には西側との関係を保ったまま衛生中立国として歩むことになった。ブルーノ・クライスキー首相はウィーン国際センターの建設を提案し、ウィーンをニューヨーク、ジュネーブに次ぐ第三の国連都市にすることに成功した。ウィーンは 国際連合ウィーン事務局として数々の国際機関の所在地となった。しかし鉄のカーテンによりかつての荒廃地であった東欧を失ったウィーンの人口は緩やかに減少を続けた。人口100万人以上の大都市のうち20世紀を通し人口が減少したのはウィーンだけである。1989年のベルリンの壁崩壊は中央における ィーンの持つ価値を蘇らせた。150万人を切っていた人口は特に外国からの流入により再び増加傾向にあり、2030年頃には再び200万人の大台を回復すると予想されている。これは2004年に中東を8カ国がヨーロッパ連合に加盟したのに加えて、2007年にはルーマニアとブルガリア、2013年にはクロアチアが加盟、今後も セルビアをはじめとするバルカン諸国の加盟が見込まれるからである。ウィーンには中東王の経済的中枢として多くの多国籍企業が進出するようになったが、旧共産権諸国のインフラが整うにつれて、企業の拠点としてプラハやブダペストなどとの競合も厳しくな、いる。このため2005年に法人税などが引き下げられた。 ウィーン氏は現在バイオテクノロジー産業の育成に注力しており、ビエナバイセンターなどを積極的に整備している。またウィーンに拠点を置く、金融機関が活発な買収を通じて、中東王での業務を広ぐしており、中東王における金融の中心としての地位をワルシャワと競っている。他方、観光も相変わらずウィーンの重要産業である。 他による2016年の国際会議の開催件数ではパリに次世界第二位であった。市の中央を北西から南東にかけてドナウ川が横切っている。かつては氾濫を繰り返した。この川は19世紀に大規模な治水工事が行われたことで現在のようなまっすぐな姿になった。旧市街に接してドナウ運河が流れており。 こちらをドナウ川であると誤解する観光客も多い。ウィーン市街はドナウ岸を中心に発展してきたが、近年左岸は地下鉄の延長工事が進行中で、進行住宅地として人口が増加している。西部はウィーンの森として知られる森林地帯になっている。散策路が縦横無尽に走っており、市民の憩いの場になっている。十三区にあるラインツ動物園内には、 皇帝の別荘ヘルメスビラがあり、現在は市民に開放されている。元皇室の領地で、ヨーゼフ二世が一般市民に開放したプラーター公園があり、公園内には映画第三の男にも登場した観覧車がある。ウィーン中央墓地は帝国崩壊前に人口400万を想定して建設された巨大な墓地である。 著名な作曲家の墓は一箇所に集められており、訪れる日本人も多い。ウィーン氏が所有しており、すべて文譲ではなく賃貸である。サンクト・マルクス墓地にはモーツァルトが埋葬されているが、遺骨は所在不明のため、現在は中央墓地に墓碑がある。グスタフ・マーラーの墓は中央墓地ではなく、ツマールマの実家に近い19区のグリンツィング墓地にある。 ウィーンの気候は、欠片の気候区分によれば、海洋性気候と出潤大陸性気候の変わり目に位置する。夏は適度な暑さで、平均気温は22摂氏26度の範囲で、経過し、最高気温は摂氏30度を超えることもあり、最低気温は摂氏15度くらいである。冬は、比較的寒く、平均気温は、氷点下付近まで下がり12月から3月にかけては、 降雪も見られる。春や秋は爽やかで、穏やかに経過する。年間平均降水量は620ミ、mm、リメートル程度で、ウィーンの森がある西側は、市内で降水量が多い場所で年平均降水量が700から800ミリメートルになる。平坦な東側は年平均降水量が500から550ミ、mm、リメートルと市内では乾燥した区域である。ウィーンは市であると同時に、 連邦州である。伝統的に、オーストリア社会民主党、SP の画帳であり、市議会でも過半数を握っている。市長、イコール州首相は直接選挙ではなく、市議会で選ばれ、現在は、ミハイル・ホイプルである。前市長のヘルムート・チルクは、映画、男は辛いよトラジローシンの旅人に出演するなど、親日家であった。2008年、 プライス・ウータンハウス・クーパースが公表した調査によると、ウィーンの都市 GDP は1、220億ドルであり、世界第50位である。金融業、観光業が盛んで、オーストリアの国内総生産の約5分の1を占める。1921年に始まり2年に一度、開かれているウィーンミホ本市は、中央ヨーロッパの経済活動に重要な役割を果たしている。 第二次世界大戦後のウィーンを特色づけるのは外国人観光客の増加である。ウィーン国際空港、空港港ドバイ、都心から東南東に約2 0トル離れたドナウ川沿いのニーダーエスターライヒ州にある国際空港、オーストリア航空グループ、2期航空、ユーロウィングスがこの空港をベースに多くの道を開設している。 2015年の利用者数は2、277万5、044人。冷戦期は小さな空港であったが、現在は西欧と東欧、中東を結ぶ、ハブ空港として大きく成長している。フランクフルト空港をしのぎ、最も多くの東欧路線を持つ空港である。1980年代前半から、成田国際空港との間で、オーストリア航空によって、 直行便が運行されているが、円安や団体ツアー客増加による不採賛成により、2016年9月4日をもって運行を休止した。S バーン、国営鉄道によって、ウィーン市内と結ばれている。2009年には、新しい空港駅とウィーンミッテ駅を、ノンストップ16分で結ぶ CAT、シティエアポートとレーンが開業した。またリムジンバスが、ウィーン西駅。 中央駅やスロバキア、ハンガリー、チェコなどを結んでいる。2015年には、リンツ方面からの長距離列車が、中央駅経由で乗り入れを開始した。西方のリンツやザルツブルク、そしてドイツ方面を結ぶ A1 と、南のグラーツやイタリア、スロベニア方面を結ぶ A2 は、冷戦期に、すでに開通していた。1990年代になり、 ウィーン国際空港まで開通していた A4 がブダペストまで延伸された。また A4 から分岐してブラチスラバに至る A6 が2007年に開通した。2004年の EU 拡大に伴い新規加盟国からの通過車両が増え、市内の A23 では渋滞が激しくなっていたが A4 と A2 を結ぶ環状道路の役割を持つ。 S1 が2006年4月に供用開始され、リンツ及びグラーツ方面からウィーン空港、ブダペスト方面へ渋滞なしに行けるようになった。ブルノ方面への高速道路 A5 は2010年2月にシュリック、シュリックまで部分開通、合わせて環状線 S1 の北部区間も開通した。2013年に A5 のチェコ国境までの開通が予定されている。 オーストリアの高速道路は料金所を持たない。自家用車はビネット、ビネットと呼ばれる有効期限のあるシールを購入して貼らなければならないが、その価格は年間72ユーロと割安である。2ヶ月有効や10日有効のものもある。貼らないで走行しているところを見つかると高額の罰金を徴収される。トラックについては車両に積載された装置により、 走行キロ数に応じて料金を徴収するシステムになっている。主要幹線はオーストリア連邦鉄道 BB により運行されているが、民間の鉄道会社ウェストバーンも w ィー n からザルツブルク方面に列車を運行している。かつて w ィー n からは帝国の各方面に向けて個別に鉄道が敷かれたため、パリやロンドンなどに見られるようにターミナル駅が分散しているが、 これは現代の国際的な旅客移動を考えると合理的はなかった。例えば、ドイツ方面から東欧方面に乗り継ぐためには、西駅から南駅に路面電車で移動しなければならなかった。また、南駅も校内で東駅と南駅に分かれており、イタリア方面から東欧方面には直通できない構造になっていた。このため、すべての国際列車が発着する。 中央駅が建設されることになり、2012年末に暫定開業、2015年に全面完成を見た。周辺は再開発されオフィスビルや住宅、緑地、学校、商店などを含む複合施設外区が誕生した。西駅からリンツザルツブルク方面へ向かう、オーストリア西部鉄道は EU から、天の指定を受けた路線であり、パリミュンヘンウィンブダペストを結ぶ欧州の、 背骨である。このため現在、高規格路線化の工事が順次進められている。2008年末の新車両の導入により、最高時速時速 200km で運行されている。ラインツトンネルの工事完成後は、中央駅を経由し、リンツ方面からウィーン国際空港まで列車が乗り入れるようになった。また、ポーランド南部まで伸びている期間の広い、シベリア鉄道ウィーン。 または、ブラチスラバまで延長し、ドナウ川の水運を利用して、ヨーロッパ各地までアジアからの貨物を運ぶ計画が進行中ある。市内の主要駅は以下の通り、市内には地下鉄と S バーン、近郊電車、路面電車及びバス路線がくまなく走っている。地下鉄と路面電車はが運営している。かつてウィーンは地下鉄の整備が遅れていたため、 世界最大の路面電車王国であったが、現在地下鉄の整備も進み、路面電車は地下鉄の補完的な役割になりつつあるが、それでも、直し交通局の路線総延長は 188km、路線系統は32系統と、大規模なネットワークを抱える。路面電車の車両はバリアフリーの超低照射、写真が順次導入されている。これは、通称、 ウルフと称し、世界一の超低床である。ポルシェ社のデザインで21区にあるシーメンス工場で製作されたものである。また、オーストリア政府の支援の元貨物輸送を行っており、現在ウィーン市交通局の車両工場と車庫を結ぶ部品配給用の事業用列車が運行されている。2006年にはそれに加え、試験的ながらウルフを使用して、 クリスマスシーズンのショッピングショー荷物の配送を受け負った実績を残している。ウィーン国立歌劇場横にあるオーパー停留所では、保養地であるバーデンまでの間を結ぶ、ウィーン地方鉄道の電車が乗り入れてくる光景が見られる。地下鉄は U1U2U3U4U6 の5路線であり、このうち U4 と U6 は19世紀末のシュタットバーン。 スタート版を1970年代以末に地下鉄として改築、再利用したもの。一部区間は延伸であり、建築家、オット・ワーグナーの手になる建築、インフラ群が現在も多く使用されている。他の3路線は1980年以降に新たに開通したものである。2006年9月には、唯一が北にレオポルダウ、ディアポルオまで、 2008年5月には U2 が翌月、開催されたサッカー、欧州選手権決勝の会場であるスタジアムまで延伸された。2010年にはさらに、ドナウ川を越え、22区のアスペルンシュトラーセ、アスパーンストラッサまで延長された。昔の飛行場跡地であるフルークフェルトアスペルン、フラグフェルドアスパーンには、新しいニュータウン、セイシュタットアスペルン、 シーストット・アスパーンが建設中で2013年には U2 がさらにここまで延伸された。現在は U1 が南部オーバーラー、オバーラーへ延伸工事中で2017年の開業を予定している。結番となっている U5 の建設計画も決定した。既存の U2 の一部、カールスプラッツ方面ラートハウスを U5 に転換し、それを さらに北西部に向けて延伸するものである。延伸第1期は、フランクープラッツ、フランクプラッツまで、第2期は奥で、U6 と接続し、エルターラインプラッツ、エルターレインプラッツに至る。U2 は、第1期は、ラートハウスから南進し、繁華街のノイバウガッセ、ネオバウガッセで U3 と、ピルグラムガッセ、ピルグラムガスで U4 と、マッツラインスドルファープラッツ。 マツレインズドーファープラッツで S バーンと接続させる。第2期はさらに、ビーナーベルク、ウィーナーバーグのビジネスパークに至るという計画である。第1期の完成は2023年を予定している。ウィーン郊外とウィーン市内を結ぶ S バーンは増強計画があり、郊外からの通勤者が鉄道を利用するように、老朽化した駅を改築するなどの措置が取られている。また、 地下鉄の終着駅付近を中心にパークアンドライド施設の整備が進められており、安い料金で丸一日駐車をすることができる。長期契約もある。宮廷文化の栄えたウィーンは18世紀末から20世紀初頭にかけて数々の大作曲家の活躍の舞台となった。また、かつては世界屈指の学問の都であり、 特に19世紀末から20世紀初頭にかけて多くの先端的な業績を生み出したほか、カールス教会など建築分野でも傑作が存在する。ウィーンのカフェハウスはオスマン帝国によるウィーン包囲の際にトルコ軍が置いていったコーヒー豆をコシルツキーが発見したことに始まると言われる。19世紀にはウィーンのカフェ文化は文化生活の中心であった。 多くのカフェは当時と変わらぬ姿で現在でも多くの観光客を惹きつけている。なお、ウィンナコーヒーはウィーン風コーヒーの意味であるが、実際にはウィーンにこの名前のコーヒーは存在しない。ウィーンの代表的カフェハウスには以下のようなものがある。ウィーンの歴史を反映して多数の美術館、博物館がある。1365年創立のウィーン大学は、 現在のドイツ語圏で最古、最大の大学であり、教官や卒業生から11名のノーベル賞、受賞者を輩出している。かつて、ウィーン大学医学部は、医学研究において、世界的な中心の一つであった。例えば、精神科医のジークムントフロイトや、小児科医のハンス・アスペルガーなどを輩出しており、日本からも、斉藤も吉らが留学している。また世界で、 初めて遺説上を行ったのもウィーン大学教授のテオドール・ビルロートで、現代においてもビルロートの方法で手術がなされている。この際適出された標本はウィーン大学で見学することができる。しかし、第二次大戦後はユダヤ人学者が流出したことや、鉄のカーテンにより、東欧からの人材の流入が止まった一方、アメリカの大学が著しい発展を遂げたことにより、 学問の中心としての委員はその地位を失った。しかし現在は再び、東欧やドイツなどからの学生の流入が多くなっている。学生数が著しく増加傾向にあるため、各大学の権限が拡大され、入学直後の学期を厳しくして、選別を図る措置を取るほか、首謀者の多い学科を中心に入学制限が順次導入されている。選考方法は、 主として入学試験による。エゴン・シーレラの出身校であるウィーン美術アカデミーはヒトラーが受験して合格できなかったため、後に独裁者になる道を開いてしまった学校でもある。アントニオ・サリエリが初代学長だった歴史があるウィーン国立音楽大学及び戦後史によって設立されたウィーン音楽院は多くの著名なクラシック音楽の演奏家を輩出している。 この他に、国立大学としては、ウィーン経済大学、ウィーン工科大学、ウィーン農科大学、ウィーン医科大学、旧ウィーン大学医学部、ウィーン獣医大学、グスタフ・クリムトの出身校である、ウィーン応用美術大学がある。ウィーン経済大学、ウーは2013年に、ブラーター内に移転した。従来のオーストリアでは、大学はて国立であったが、21世紀に入って、 私立大学、プライバトゥーニーを認める制度ができたため、多くの私立大学が設立されている。ウィーン音楽院、私立やリンツのブルックナー音楽院のように既存の学校がこの制度により、大学となったケースも多い。また、オーストリア政府は、トップレベルの科学技術研究施設を目標に、インスティチュート・オブ・サイエンス・アンド・テクノロジー・オーストロを設立した。 ウィーン郊外のクロースターノイブルクにあり、博士課程の学生及びポスドクを受け入れている。研究者の多くはアメリカやドイツなど国外から招かれており、教育、研究は英語で行われている。ウィーンではモーツァルトやベートーベンをはじめ数多くの作曲家が活躍し、音楽の都と呼ばれている。ウィーンは舞踏会の街でもあり、 数多くの舞踏会がカーニバル、ファッシングシーズン中に開かれている。オーストリア・ブンデスリーガに属しているサッカークラブ、FKA ・アウストリア・ウィーンと SK ラピード・ウィーンがウィーンを本拠地としている。また、オーストリアを代表するスタジアムであるエルンスト・ハッペル・シュタディオンでは UEFA の5つ星スタジアムとして、これまで UEFA チャンピオンズリーグの決勝戦が4度、開催された。 2008年6月にスイスとオーストリアの共催で開かれた UEFA 欧州選手権2008、エウロ2008の決勝戦もここで行われた。市民の娯楽としてスケートなども盛んであり、当期は通常のスケートリンク以外に視聴者前広場にスケートリンクが過剰する。他、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。